グレープフルーツジューススライスされたピンクグレープフルーツ。グレープフルーツジュースはグレープフルーツの果実を絞ることで得られる果汁飲料である。グレープフルーツジュースはビタミン C が豊富でピリッとした甘さからとても酸っぱいものもある。様々な種類があり、ホワイトグレープフルーツやピンクグレープフルーツ、ルビーレッドグレープフルーツなどがある。なお、そのまま引用される他にも、 例えばスプモーニソルティドッグ、チャイナブルーなどのようにカクテルの材料として使われる例もある。グレープフルーツジュースやグレープフルーツは、シトクロム P450 のスーパーファミリーを構成する文子種の一つであるサイプ 3A4 を阻害することが知られている。多種多様な薬物の代謝に影響を与え、生物学的利用能を増大させる。例えば、 アステミゾールやテルフェナジンでは致命的な相互作用を起こしたため、それらの医薬品が市場から撤退した一因となった。主に小腸においてサイプ 3A4 に直接結合して不可逆的に阻害し、その作用は3から4日継続するため、同時に摂取することを禁止するのではなく、服薬前後のグレープフルーツジュースの摂取自体を禁止する必要がある。この作用は、 グレープフルーツジュースを最後に飲んでから3日から7日、継続する。特に肝硬変や複数の薬を飲んでいる高齢者では、このグレープフルーツジュースと薬物の相互作用の影響が強く出て、健康被害が生じやすくなる。ある薬剤では、最高血中濃度がグレープフルーツジュースと同時に摂取した場合には、約3倍にグレーププフルーツジュースを5日間定期的に飲んだ。 後では約5倍である。また異なる薬剤間での血中濃度の高まり方は一律ではなく大きく異なる。シンバスタチンでは12倍から13.5倍の血中濃度となった。およそ85種類の薬と薬物相互作用を起こし、そのうち約半数の種類の薬では重篤な副作用を起こして死亡に関わる危険性がある。 グレープフルーツ摂取の影響で、サイプ 3A4 による代謝が阻害される薬剤の種類としては、マクロライド系抗生物質、抗心菌薬、オピオイド、カルシウム喫抗剤、多くのベンゾジアゼピン、一部の抗うつ薬や、抗精神病薬など、他にも多様である。増強する薬として、以下のものが挙げられる。すべての列挙ではなく、一部であるため、不明点は、 薬剤師に相談すること。研究は積み重ねられているが、2010年の時点で医師や薬剤師に対して正確な情報が提供されていなかったり、添付文書に最新の知見が反映されていなかったりする。ありがとうございます。